いってことで、暇だったんでちょっとこれを買ってきました。はい、暇だったんで GoPro Hero 4のブラックエディションを買ってきました。はい、ってことで、まあこんな感じでね、すげー前から欲しかったんですよ。はい、ってことでこんな感じで、やばい、これで何映そうかなって感じなんですけど、いや、なんかアクティブ系なやつ映したいですね。で、一応これこんな感じになってますね、仕様が。 4K が撮れるんでね、一番いいやつ買っちゃいました。で、はい、ここにも 4K って書いてあるんで、はい、超楽しみ。やべえ、 4K は欠かせないってことで、製品内容はこちらになってます。はい、早速開けていきましょう。曲面とこの曲面式のマウントと平らのマウント、粘着式になってますね。こいつはむしろあれやな、俺はちょっとこういうのを使い方は分かんないんですけど、まだ実際に使ったことないで初めてなんで、ちょっと調べておきます。あれですけど、まだ全く分かんないという、何が何でどれがどれか分かんない。これはこれバッテリーっすね。 GoPro って書いてます。おおー、こんな感じ、すげえ。こういうプラスチックのとこにしっかり固定されてます。もうやべえ、 GoPro らしいな。あ、これ穴式になって入ってるんですね。外すとパコって取れるはず。おお、取れた。なんでやろ、なんかここが最初から傷ついてる。あれ、なんでよ。まあいいや、使えるでいいや。やべえな、超楽しみや。ってことで、これから GoPro で動画を撮っていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。お、すげえ。ちなみにこれ一つ発見したんですけど、ここのこれマウントがここを押さえれば最初にくっついてたやつが取れて使えるという。